Thank you so much for checking out Chris's room. 仕事を辞めたい。マジ仕事を変えようと思っているんだけど、もうやったことがないキャリアにスイッチしたくて、もう怖い。ね、収入大丈夫なのかなっていう不安があったら、このテクニックを使うと、ひょっとしたらその不安がぶっ飛ぶかもしれないんだよね。でどういうことかというと、5年後の自分を想像するっていうことなんだよね。実はね、僕昔あんまり好きじゃない仕事をやっていたんだよね。この仕事をやってて、そのやりがいを感じていない、自分もっとできるんじゃないかって。でその時僕は、まあ、ライフコーチになりたかったんだよね。でもライフコーチってよく何なのかっていうのも分かんなかったし、どうやってそれで収入を得ていくのかっていうのも全然分からなかったんだよね。すごい不安で怖かったんだよ。で一回、もし僕が実際にキャリアスイッチしたらどうなるんだろうって5年後を想像してみたのね。で僕の場合は OK、 じゃあコーチになるぞって言って、今は何も知らないかもしれないんだけど、5年経ったらある程度は知ってるんじゃないかなって思い始めたんだよね。まあ、最初の1年2年3年はめっちゃ厳しいかもしれないけど、まあ、5年後になってたら多分収入で生きていると思うんだよ。収入を得ていて生活はできてるって思うんだよね。で、まあ、お金はいっぱいあるかないかは分からないけど、絶対やりたいことで生きているっていうこの幸せ感はもう手に入ってるなっていうのが分かったんだよ。で今度は、ね、今の仕事を5年間続けたらどういう人生になるんだろうっていうことを想像してみたんだよね。まあ多分仕事は好きにはなってなかったって思うんだよね。5年経ってもこの同じ環境が続くなって、低い給料をもらいながら本当はもっとできるっていうことを知りながら、やりたくない仕事を続けているっていう毎日が5年後にも現れるなって気づいたんだよね。同じ仕事を続けた時の5年後の自分が、うわっ5年前に仕事をスイッチ、キャリアスイッチしてたら5年間の時間セーブできたじゃないかって気づいたんだよね。だからね、5年後の同じことをやっていた自分からの視点から見てたら、やばい5年間失っちゃったよ、ね、5年経ってもこのライフコーチっていう仕事は僕はやりたいんだよね。で最初は下手くそ、最初はできないかも、最初の1年2年3年は厳しいかもしれないけど、5年経ったらなんとか収入を得て好きなことで生活できるんだよね。なので本当にこのキャリアチェンジした方がいいのかってわからないときは、ぜひまず想像してみてください。最初想像するのはスイッチした後の5年後自分はどういう場所にいるんだろうって、それが最初のステップ。で2つ目のステップはスイッチしない場合だよね。今の仕事を続けていて5年後どういう環境に自分はいるんだろうって。でその時にスイッチした方が不安がない、スイッチした方が新しいキャリアを選んだ方がなんか幸せだって、もう本当にこれはもう体で感じることだと思うんだよね。頭で理解するんじゃなくて、もう体でビビって、うわこっちだって分かるような感じだと思うんだよ。もしそういう感じでキャリアスイッチした方がいいんだなって感じたら、キャリアを真剣にスイッチするのがいいんじゃないかって僕は思うんだよね。でも逆にそうじゃなくて、いや今の仕事を続けてた方が安心で安全で、その方がワクワクして楽しいよって感じたら、ひょっとしたらキャリアはスイッチしない方がいいかもっていうことなんだよ。 Alright, thank you so much for checking out the video and I'll see you next week. I love you guys. ありがとう。